未成年や成人の人が突然倒れる場面に遭遇した場合、大切なのは迅速に対処することです。命を救うためにできることは意外と簡単なことなのです。AED が到着した時、成人に対してハンズオンリー CPR を行っていました。倒れた人を平面に仰向けに寝かせ、AED を使ってハンズオンリー CPR を継続する準備ができています。AED パッドは、衣服や装飾品の上に貼ることはできないため、胸部を覆う衣服はすべて取り除いてください。AED の電源を入れて、AED からの指示に従ってください。必要な指示はすべて教えてくれます。パッドをシートから剥がしてください。パッドと皮膚の間には何もないことを確認してください。パッドのコネクターを差し込む。必要に応じてパッドのコネクターを AED に差し込む。指示に従って AED の解析を待ちます。心リズムを解析しています。患者に触れないでください。誰も患者に触れていないことを確認します。AED が心リズムを解析し、電気ショックは必要ないと判断した場合、ハンズオンリー CPR を再開してください。電気ショックが必要です。充電中です。患者から離れてください。AED が電気ショックが必要と判断した場合は電気ショックを行います。大声で、離れてくださいと叫び、誰も患者に触れていないことを確認します。ショックボタンを押します。今すぐ電気ショックを実施してください。今すぐ電気ショックを実施してください。電気ショックを実施しました。直ちにハンズオンリー CPR を再開し、救急隊が到着するまで、もしくは AED から中断の指示があるまで続けます。胸骨圧迫して電気ショックを実施するというサイクルを何度か行う必要があります。胸骨圧迫を再開してください。救急隊が到着するまで AED の指示に従ってください。繰り返しますが、未成年や成人の人が突然倒れる場面に遭遇しても、怖がらずにハンズオンリー CPR を開始してください。119番に通報して、誰かに AED を持ってきてもらい、AED と救急隊が来るまで胸部中央を強く、早く圧迫することを忘れないでください。あなたの行動が命を救うのです。